家じゃない。乃木さん、ここは教室で朝の学活前よ。てへへ、わしおさん、おはよう。答えられる？はい。バーテックスが生まれて私たちの住む四国に攻めてきたんです。正解ね。あれで聞いてたんだ。なんだか私さらに筋肉ついてきたかも。サンチョも入れてあげたいな。自分の枕を持ってきてるから簡単に寝られるよ。それ名前タコスだっけ？サンチョだよ。よしよし。で、その子さん、その服は？鳥さん、私焼き鳥好きなんよ。うわ、迎えに来る。うん、ワッシーとミノさんだと思ったよ。なんだこれ。プラネタリウム。なぜここに？アリさんだ。へいへい、元気？フラフラしないの。へい、ワッシー、レッツエンジョイカナバライ。不安になるぐらい休日テンションね。ヘイヘイヘイ、おいや。ねえワッシー、こっち向いて。いいえ、私はワッシーではないわ。え？ラー、かっこいい。おっしゃるぞー。目指せ竜宮城よ。早い早い。この後オリエンテーションの作業があるから飛ばしすぎないでね。聞いてないか。うどんが食べられなくなっちゃった。大変、すぐに病院に行かないと。お前ら落ち着け。おいしい。なんだこりゃ。大将、店ごと買いたいんですけども。はい、ここに行ってます。こら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 。掃除当番の途中で寝てしまったんや。ああ、褒められた。よかったね。カリンちゃんはなかなか人を褒めないんだよ。わーい。褒めてないわよ。にばし。関係ないでしょ。お団子。乃木はそこらの家庭教師よりも賢いのよ。勇者軍入部希望の乃木さなこだぜ。頑張ろう。よし、じゃあ勉強しよう。私の好きな複素数の行列からやるべさ。わからない、わからない。いついつ、いつの愚痴展開していい？やめてください。園子参上なんだぜ。園子さん、その手。おお、大丈夫大丈夫。ほっと、こうして山頂をかぶせれば、あってないようなモノシュレディンガー。って、食われてる食われてる。